こんにちは、トコチャンネルです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、今年の第一発目は、まあね、元旦ということで、お年玉企画をやっていきたいと思います。今回お年玉企画、まあ考えたのは、まずね、コロナが全然収束に向かっていない。どころか、またね、増えて、多分お正月、帰省できない、初詣行けない、親族でも集まれない。もうみんな本当に自分家、まあ家族でいるお家なら、自分の家族だけ。まあ一人でね、暮らしてる方なら、もう、ね、近くの実家ならまあ帰れるかもしれないけど、県またいでとかだと、ちょっと自粛しようかなっていう方もいてね、一人で、まあ一人、とか、まあ、ね、友達、近所の友達だけとか、過ごせない方もいるのかなって思って、まあ、ね、去年の緊急事態宣言の時みたいに、まあ、なかなかこう、外出しづらい状態の中なんで、まあ、何か面白いことできないかなって思ってて、で、ちょうどね、また厚紙がね、半端が余ってきた、いっぱい。っていうのと、あと、私いつもダイソーで厚紙買ってるんですけど、セリアさんだったかな、ボール紙っていうのを買ってみたんですよ。枚数少ない、一緒ぐらいが、7枚か8枚一緒ぐらいなんですけど、いつもダイソーさんでしか買えなかったから、セリアさんでも同じようなの使えないかなと思って買ってみて、で、あと、ボール紙っていうのが、アマゾンで大量に売ってたのかな。だから、使えたらもう、通販で買った方が楽じゃんと思ってて、ボール紙買ってみたら結構薄っぺらくて、通常のファイルには使えないなってずっと取っておいたのがあって、ちょうどいい機会だ。半端とそれ使って、ちっちゃいファイル作ろうと思って、今回ね、まあ、並べてるんですけど、7つ作ってみました。でね、こちらを、まあ、お年玉企画として、7名の方に、お年玉プレゼントっていう形でしたいな、と思います。で、今回、まあ、ちっちゃいのと、まあ、いろいろね、自分なりに 100% 納得してないのが、送るのをね、スマートレターっていう、郵便局のね、あれ、ポストに投函できるやつ。で、送ろうと思って、まあ、サイズはね、英語まであるんで、なんと大きさまであるんですが、厚みが2センチ。で、今回、まあ、また折り紙消費大作戦をしようと思ってたんで、まあ、折り紙を使いたいから、まあ、ファイルのサイズはね、ちょっとちっちゃくて何センチだったっけ、まだ忘れちゃうようなですね。15.5 の、これは ?11.5 になってて、ちょっとかなりちっちゃいです。でも厚みも一応2センチ取ってあって、これ以上ちょっと厚み取れないんで、ほんとここにね、これじゃなくて、花とか、もっとでかいリボンとかつけたいなと思ってたんですけど、よくよく考えたらこれが2センチなんで、リボンとかその花の飾りつけるともう2センチオーバーになっちゃうんですよ。で、これでもちょっと厚みが、このパールの厚みがあるから大丈夫かなって心配になってレースだけにしようと思ったんですけど、それじゃあちょっと寂しいなと思ってこうちっちゃいのつけてみたんですけど、それではね、一個ずつ中身紹介していきたいと思います。まずこちらね、蛇腹が3つあります。中のね、トレペ折り紙は全てのファイル同じ折り紙使ってます。で、こっちにね、トレペのポケット、ページポケット、縦ポケット、で、平袋のポケット。で、これね、中のペーパーとこの外のペーパー、全部同じ一種類のね、一シリーズとか一つの種類ので作ってます。で、あとこっちね、ちっちゃなポケットね。で、これなんですけど、最初つける予定なくて後付けしたんですけど、最近後付けとかね、あと、なんだっけ、蓋っていうか、なんかこう、こういう、なんか帯にしたいものとかね、の時に使うのに便利だなと思って買ってあって、最近こうやって、
ペーパー付け足すのに使って、ページじゃない、ペーパーとか、袋をね、ページにするのに使ってるんですけど、こちらのね、薄型軽量クリアホルダー、ダイソーさんで売ってる。これ使ってます。これね、薄いのにね、頑丈だから、例えばね、こういうところにペタって、なんか蓋したい、こう、帯で、なんかつけて、蓋したい時なんかの、この帯のところに使うとね、丈夫なんで、いいかなと思って、そういう目的でね、買いました。はい。で、あと、中身の構成、みんな同じです。あ、これ言ったっけ？マグネットをここに仕込んでます。で、ここにブリキ。もらったブリキがまだあるんで、仕込んで。一応ね、剥き出しにならないようにしてあります。あと、そうそうそう、ここも言うのか。ここもね、レースでわからないんですけど、絵合わせしてます。この蓋の部分もレースで見えないんですけど、めくるとね、ちらっとめくると、こういうふうに絵合わせ、一応してあります。はい、じゃあ、順番に行きます。はい、またパッパッパッと見せていくだけなんでね。よいしょ、ビーチャバラ。で、トレペのページのポケ。袋に、よいしょ。あ、で、磁石止まるようにね、ペラペラにならないようにもしてあります。で、ここね、ポケットになってます。こちらは、マカロンベア大好きなね、いっぱい折り紙買って、もうストックしてあります。いつでも何でも使えるように。ちなみにここスパンコール入れてあるんで、ファイルごとね、振ってもらえれば、ステッカーの音します。こちら。よいしょ。ね、花柄ってなんか綺麗で好きだなって思いながら。今回はね、渋めなの、私の好きな花柄の、折り紙は作ってないです。毎回あればっか作ってるから、使ってるからね。今回こっちの方のね。こっちとこっちね。なんか引っかかった？引っかかってね。で、これで。よいしょ。で、こう。やってるのに順番わからなくなってきて、これね、新しいクマちゃんのシリーズ、クマちゃんとアヒルちゃんとウサギちゃんのねシリーズのやつですよね。あ、これスタンプ押したって言ったっけ、東京アンティークさんのスタンプね、押してあるだけです。よいしょ、これで最後かな。これもね、かわいいペーパーですよね。私、これ、このペーパー大好きなんですよ。黄色の、うさぎちゃんの。よいしょ。はい。という風になっております。あ、ちなみに、ゆたけ、これの作り方動画は撮ってないです。はい。とこチャンネル。はい、それでね、応募の締め切りなんですけども、もう今回ね、動画の方の画面には表示しなくて、説明欄の方に書いておきます。1月5日いっぱいまで、締め切り、応募締め切りは、1月5日いっぱいまでです。あ、でも多分、次の日の朝、まあ、朝っていうか昼過ぎ、昼頃っていうかぐらいに多分見ると思うんで、そーっとコメント、あ、ちなみにコメント欄で、のみで募集します。インスタやね、E メールで送られてきても、それは受け付けませんので、この YouTube のね、この動画のコメント欄に、欲しいと書いてください。欲しいと思う
方以外はもうコメントしないでください。素敵ですねとか、可愛いですねとか、そういうお褒めのお言葉は確かにありがたいんですけど、ちょっとややこしくなっちゃうんで、もう欲しい人だけ。もうコメントした人は欲しいと思って勝手に抽選に入れます。で、抽選、まあ、受付っていうんですか、受付もコメントちょっと返すの大変かもしれないんで、ハートマーク、つけるとこあるじゃないですか。あれをね、つけさせていただきますので、つけさせていただいた方は、もうエントリーされてるというふうにご理解してください。多分コメントの返信は今回しないと思うんで、コメント書いてもらった方はもう全員、応募してると勝手に受け止めます。だからね、応募したくない人は、書かないでください。その住所知らせたくないわとかいう人はね、もう書かないでください。で、1月5日いっぱいまで締め切り。で、7名様のみの募集です。で、その後、この種類の指定はできません。ランダムにも、当たった人にランダムにパパパパッと詰めて、もう、特に大した梱包もしません。濡れない程度に、クリアポケットみたいな、OPP の袋に入れるぐらいはしますけど、それ以外のことはもう、お手紙入れるとか、そういうのも一切しませんので、もう、本当にこれだけポンと届くと思ってください。それぐらいかな？うん。じゃ考えてから取れたそうですね。まあ、以上ですね。はい。で、またね、7名以上の場合は、まあ、抽選させていただきます。で、その抽選の動画も、まあ、アップして、まあ、抽選結果の発表もさせていただきますので、まあ、翌日かって言われると、ちょっと翌日かどうかはまだわかんないんですけど、ちゃんと後日、抽選結果の発表しますので、それもお楽しみにしてください。最後までご視聴していただきありがとうございました。今年もね、できる限り頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。